はい、皆さんこんにちは。よく取って出しって言いますよね。 JPEG というカメラが出すそのままの写真で、カメラの絵作りとか個性を見てもらうために、あえて Lightroom などのソフトで現像や編集せずに出すことです。 FZ55 の場合は Kodak の 2.3 分の1型 CMOS センサーが捉えた光の絵作りがなんとなく懐かしい色合いなので、 JPEG そのままの写真が気に入っている人が多いと思います。私もその一人で、取って出しで皆さんに写真を見ていただいています。私はよく思います。素晴らしい写真とは、難しい理論や手の込んだ表現方法に基づくものではなく、撮影の過程で何を望むか、何を求めるか、それは全て自分が決めることです。私たちはいつも時間が止まった忘れられない瞬間を探しています。そしてシャッターを押します。言葉の表現を少し変えてみて、取って出しを取ったら出すというふうにするとどうでしょう。撮影した写真をディスクに保存したままにするのではなく、 SNS にアップするとかプリントするとかして積極的に出すことが必要だと思います。取ったら出すを繰り返すことで、自分風の写真ができてくるのだと私は思います。うまい下手は関係ありませんからね。この後 FZ55 で撮った写真を出していきますので、ご覧いただければ嬉しいです。では